はい、いかがだったでしょうか。今回は無印良品の Vlog を見ていただいたんですけれども、動画の中でもお伝えしましたように、日本の価格に比べると 2.5 倍から3倍程度のね、金額がかかってしまいます。なのでできるだけ、無印良品は利用しない方が経済的にもすごいいいかなと思います。なのでもしこの動画を今、日本で見てくださっている方がおられましたら、揃えるものはしっかり日本で揃えてきてからアイルランドにお越しいただくようにしてください。こっちに来てからだとやっぱり全て質も、値段も高くなってしまいます。特に文房具ですね、ノート類や筆箱などは日本できっちり揃えてからアイルランドに来ていただいた方が、より留学生活を送れるのではないかなというふうに思います。はい、ということでね、本日の動画はアイルランドで唯一の無印良品についてお伝えさせていただきました。ぜひ参考になってれば嬉しいなというふうに思います。ということで今回の動画はこれぐらいで終わろうかなというふうに思います。 See you later. Bye bye.